こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。今回はお待ちかね、ヨシヒロ三男の悪久こと島津忠常が堂々のデビュー戦を果たすことになるのかしら。まあな、今日は島津家の四男の細川雄斎が薩摩に赴いて両国統治改革に乗り出したり、文禄の駅でいまだ朝鮮に在陣し続けるヨシヒロが、相も変わらず国元に毒を吐いたりといったお題と並んで、島津家の次期家督継承者が忠常に決定するまでの流れを追っていくぜ。後継者は義弘の次男で一緒に朝鮮に渡海してた久安だったはずなのに、なんで悪久くんになっちゃったのかしら？そのあたりの過程は解説を聞いてのお楽しみだけど、この問題は島津家内部の事情だけにとどまらず、細川雄斎と並んで島津家の指南役を担当していた、石田三成を中心とする豊臣政権側の思惑も絡んだ。一筋縄ではいかない複雑な様相を呈してるんだな。石田三成は豊臣政権の命令をはぐらかしまくって、両国支配強化をサボってた義久に散々切れてて、島津の内政に介入する機会を虎視眈々と狙ってたのよね。それと関係があるのかしら？まあ半分ネタバレすればそうなんだけど、そのあたりの島津と豊臣政権の、あの手この手の駆け引きを堪能してくれってわけで、そろっと解説スタートと参りましょうぞ。それじゃあ皆さん、ゆっくりしていってね。まず最初に細川雄斎の島津領国改革、雄斎氏置きの話をするけど、天正20年7月に秀吉の命令で薩摩に下校した彼は、四兄弟の三弟で梅北一騎に関与した疑惑を持たれた年久の初段が完了した後、義久の案内を受けながら、本格的な統治体制の改革に乗り出すんだな。島津ってお国の財政が破綻状態で、それが文禄の駅で規定額の軍役をろくに果たせなかった大きな理由だったわよね。だから細川雄斎は財政基盤の強化のために、秀吉からの指示のもと年久の給料や寺社領、義久や義弘が売却した土地を県地の上で就航して蔵入り地、大名直轄領にしてしまい、さらに薩摩全域に武勇を派遣して県地を行うことを決めるんだ。前にも三成家臣の熱海秀康が島津領国に乗り込んで、家臣や寺社の所領の一部を就航する荒行事に出てたわよね。細川雄斎の改革はその時よりもさらに一歩進んで、熱海の時には手つかずだった。島津本宗家から分家した一門衆のご一家や、島津市系の有力地域領主国衆といった、自立性の高い家臣の所領も就航の対象にされた点に特徴があるんだ。当主の命令をなかなか聞かない奴らの領地を削減して、その分を大名の直轄領に回すことで、島津家が豊臣政権の貸す軍役にしっかり対応できる体制を構築しようとしたんだわね。同時に雄斎は島津直轄領で年貢などの徴収にあたる代官どもが中抜きをやってると疑い、義久とズブズブな関係にある古参の代官を左遷して新人を登用し、豊臣政権に忠実な代官組織を新しく築き、さらに佐渡原領主の島津と義久の弟忠直に義久に無断で所領を与えるなど、直轄領支配体制の刷新や治療地の分業を強行したんだ。中抜きなんて今の日本にまで連綿と続いてる悪習だし、島津領国に限った話でもないんでしょうけど、これって大名の権限を露骨に犯す行為だし、義久には承服しかねる事態なんじゃないの？こんなことをされたら当主としての求心力低下をもたらして、義久にとっては死活問題になるわけで、実際一族や家臣の中には細川雄斎に直接所領の安堵や分業を求める者もいたようで、これに危機感を覚えた義久は、自社や家臣に対してこれまではなかった義久自身が直接関わる形式の領地給付状を発給し出すんだ。大名権力の根幹に直結する所領の給付安堵を、当主の義久が主体的に行うことをはっきり示して、家臣たちへの求心力を維持しようとしたわけね。また義久はこれまで具体的な政策決定を老中たちによる協議談合にほとんど任せきりにして、自分から積極的に細かい指示を出すことはほとんどなかったんだが、そうやって意思決定コストを丸投げして、自分が結果責任を負うのを巧妙に避けてたんだわよね。天正20年10月に国元に残っていた重臣の本田近政や伊集院久信たちに、豊臣政権や義弘から要請があった朝鮮在人衆に対する養老支援が、船がないとかの言い訳で期待している事態を咎めた上で、船賃用意してさっさと1500人ほどを渡海させいって命令してるんだけど、義久がこんな具体的で細かい指示を出すのはこれまでほとんど前例がない記念すべきことでな。こんなことがトップニュース扱いされるなんて、義久ってどんだけ老中に政務をぶん投げしてたのよって思うんだけど、以後義久は60歳を過ぎてやっと主体性に目覚めて、こうした細かい指示をたびたび出すようになり、細川雄斎に奪われかけてた領国統治の主導権を譲るまいとする動きに出るんだが、同時に義久は就航されて島津家直轄領になっていた年久の給料や寺社領を、家臣への治療地として再分与してたようでな。島津が秀吉の九州攻めに降伏した後、家臣どもは所領をがっつり減らされちゃってボンビーにあえいでたから、そんな彼らに自分の懐を裂く太っ腹なところを見せて、支持を回復しようとしたってところだわね。
でもこれって財政基盤を強化して大名主体の統治体制を築き上げさせるっていう、豊臣政権側の狙いに反する行為なんじゃないの？ああ、これは政権主導での領国統治改革を目論む石田三成は当然として、さらには朝鮮に在陣していた。義弘と久康親子の反発を招くことになるんだけど、この話は後回しにしてここで異国の朝鮮で頑張り続ける。その義弘の状況に目を移すと、当初の日本軍の快進撃が止まって戦況が停滞する中で、義弘は国元にしょっちゅう兵力と兵糧の不足を訴えていてな。朝鮮に渡海するときは国持ち大名としてありえないみすぼらしい姿を晒してた島津軍だったけど、前回も話があったけど義久は一応前皮を食いて、義弘たちの支援には乗り出してたのよね。だが状況はなかなか改善に向かわず、天正20年9月末に義弘は国元に残っていた。義久側近の菱島国貞に書状を送り、未だに十分に軍勢が揃わないことに対する義久の自覚のなさを暗に批判しながら、ろくな出陣の準備をしないまま自分が名代、代理なんて務めることなんてできやせん。もう本国薩摩からの軍役遂行は当てにしてない、自分が秀吉様から与えられた。大隅と日向も路肩軍の軍役分だけ果たしてると考えることにするわ的な投げやり気味のニュアンスで、義久の非協力的態度を抗議してて、国元への不信感は臨界点に達してた感じだぜ。なんかナポレオンか誰かが言った真に恐れるべきは有能な敵ではなく無能な味方であるって言葉があって、朝鮮在陣で苦労を背負い込んでる義弘はそんな思いを噛み締めてたかもだけど、義久との間の温度差は、結局は全然埋まってなかったのね。文禄の役前半での義弘の動きについては前回で語ったんで詳しくはそっちを見てもらうことにして、朝鮮の援軍としてやってきた民軍は文禄2年正月に関城を攻略するために攻勢に出るものの、碧帝間の戦いで小早川隆景たちが民軍に勝利した後は戦線は膠着状態に陥り、3月中旬になって日本軍と民の施設新意形との間では平交渉が再開され、新意形が独断で行った条件提示で交渉は妥結して、日本軍は関城から撤退し、4月に入ると釜山とその周辺に南下を始めて、講和交渉の条件だった朝鮮南部割譲を既成事実化するために、6月に新州城攻略に取り掛かることになるんだ。前回でも言ってたけど義弘の軍勢2004人と、おいのと義久の軍勢約500人がこの攻防戦に加わってたのよね。ああ、もっとも秀吉の当初の計画じゃ島津隊を新州城攻略戦に参加させる予定はなくて、関城から釜山に南下する途中にあって、明朝鮮軍と対峙する最前線の召集を、朝鮮侵攻の先鋒を担った加藤清正や小西行長たちの軍勢と共に守備させることになってたようだぜ。この前にも義弘は重要拠点の守備を何度も託されてたわよね。召集駐屯計画も同じで義弘が信頼されてた証だったのかしら。だが島津軍は在朝鮮日本軍の総力を挙げた新州城攻撃に参加することになり、義弘と久康は加藤清正、鍋島直茂、黒田長政たちと一緒に第一軍として城を北方から包囲し、6月29日に新州城を陥落させることに成功して、その後義弘節は釜山近海の巨災島へ人材を命じられるんだ。なるほどね。ところで朝鮮で碧帝間の戦いがあった直後に、細川雄斎の下で島津領国改革の実務を任されていた大江長道が、義弘と一緒に在陣していた伊勢定実に書状を送ってるんだが、その中で検地がまだ不徹底で、それを実施しないと円滑な軍役負荷は困難だから、石田三成に検地をお願いした方がいいと助言した上で、大江ははばかりあることながら義久殿の命令はいつも徹底さを欠いているのではないか。自分はダイレクトに還元をぶつけたけど事態はなかなか改善しないなんて愚痴っていてな。書状の文面から推察すると義久は細川雄斎の領国改革に抵抗して、あわよくば骨抜きにしようって考えてたっぽいわね。この報を受けただろう義弘も朝鮮にいる三成の帰国を待って検地を依頼すべきとの考えで、雄斎の介入を受けても領国改革に真剣に向き合わない義久に対する不信感と、石田三成の力を借りての本格的な検地実施を期待する空気が、義弘の周辺で醸成されていき、それが今回のメインのお題島津家の実家徳継承の問題ともつながっていくんだな。でどういう流れでそんなアクロバティックな展開に発展しちゃったわけ？その直接の契機になったのは、義久が自身の求心力維持のためにせっかく増えた直轄領を割いて、家臣に配分していた事実が巨災島に駐屯していた義弘と久康親子に知られて、それに納得がいかなかった久康がブチ切れて、配分した所領は全部没収して抵抗する奴がいたら成敗せいなんて、超こわもて命令を出す事件が起きたことでな。うげ、なんでいきなり久康が怒りを爆発させたわけ？この背景には雄斎仕置きで義弘領だったはずの大隅にある良質な所領が、みんな義久直轄領になるかまたは義久側近に再給付されてしまい、さらに国元の留守を預かってる義弘の重臣が、
鹿児島の吉久付きの重臣たちからいろんな嫌がらせを受けてたことがあるみたいだぜ。吉久はあからさまに吉弘の力を削ぐに出てきたわね。吉弘と久安は急遽山田有信を帰国させて命令を実行させようとするんだが、山田だけじゃ心もとないので、石田三成の家臣弟子君と共に朝鮮に在陣してた熱海秀康に相談するという、リーサルウェポンを持ち出してきたんだな。困った時の三成頼みってわけで、それだけ吉弘の彼に対する信頼が厚かったんでしょうけど、裏を返せば家中に信頼できる有力家臣を作れなくて、外部コンサルに頼らざるを得ない。吉弘の権力基盤の脆弱性の表れだわよね。三成はそうした自分たちに頭が上がらない吉弘の依存心を巧みに利用して、吉弘と一緒に朝鮮に渡海していた島津家筆頭老中の伊集院忠宗とも相談した上で、熱海秀康を通じてある秘策を吉弘と久安に授けたんだ。へえ、それって何なの？策の肝をまとめると、細川雄斎の両国立て直しが吉久の反動的対応で不調気味なんで、三成が上洛して秀吉を説得し、吉久を強制隠居させた上で久安に家督を継承させて、吉弘と久安に両国支配の全権を掌握させるという力技でな。吉弘親子は吉久の勝手な所領再配分に頭にきて三成に相談を持ちかけたはずが、話が吉久の強制引退にまで超飛躍するなんて青天の霹靂だったんじゃないの？ちなみにこの策には伊集院忠宗も関わってたっぽいんだけど、三成の意向を伝えたあたりは、吉弘不死に繰り返し今こそ決断の時と提案の承諾を迫るんだが、吉弘は乗り気じゃなくてな。吉弘は兄貴の態度にフラストレーションは募らせてたけど、吉久を無理やり押しのけて、当主になろうなんてことは全く考えてなかったしね。そうだな、家臣たちの多くが吉久こそ座主君だって認め続けてる現状で、外部の力を借りて強引に吉久を隠居させて久安を当主に据えても、問題が余計にこじれるだけだって、吉弘本人もわかってたようだしな。おまけに年久が秀吉の命令で非業の死に追いやられて、豊臣政権に対する憎悪の感情も家臣に渦巻いてたでしょうしね。だが熱海の執拗な説得は続いて、吉久の強制隠居策について吉弘は二の足を踏んでるようだけど、正直自分には理解しがたい、有罪仕置きの主意を無視して吉弘の所領を家臣に勝手に分け与えた挙句に出陣もしぶるなんて、こんな真似をおかしいと思わないとは、ことの聖者の判断がついてないんじゃないかって。吉弘の弱腰を切って捨てた上で、久安にはたとえ吉弘が逡巡してもあなたご自身は吉久と縁を切る覚悟で、秀吉様に吉久の隠居を要請する使者を派遣するようにって迫ってるぜ。でもいくら吉弘から信頼されてるとは言っても所詮は陪臣に過ぎない熱海秀康が、ここまで島津の上の数奇にずかずか踏み込んでくるなんて、三成の威勢恐るべしだわね。ちなみに熱海は使者の派遣をいつもみたいに老中による合議談合にかけると、ことがスピーディーに進まなくなると島津家の伝統的体質を批判しながら、とにかく急いで決断を下して使者を派遣するようにとせかしてるな。三成サイドはこれを機会に談合システムの無効化も狙ってた感じだわね。しかしそれでも吉弘と久安は決断をためらっていて、業を煮やした熱海はさらに激烈な説得を試みて、細川雄斎の仕置きは全部が間違ってた、両国を雄斎仕置きの体制のままで放置すれば、もはや島津家に未来はない、雄斎は欲まみれの俗物で島津がどうなろうが知ったこっちゃないと思ってるのに対し、三成は絶対に裏切ったりしない男だって脅迫混じりにぐいぐい三成推ししてるぜ。話が細川雄斎に飛び火して人格攻撃にまで発展してるのが草なんですけど、その上で熱海は吉弘の情にもろくて非常に徹しきれない性格につけ込んで、家臣どもが勝手し放題やってると吉弘の性格の弱さを指摘して、いい加減三成の策を飲むよう決断を促してるぜ。悪徳経営コンサルみたいになってる熱海から上から目線で言われたい放題の吉弘だけど、ここまで言われたらさすがに何かしらのリアクションは起こさざるを得ないんじゃ。だが吉久強制引退計画は思わぬアクシデントの発生で立ち消えになってしまい、文禄2年9月8日に家督継承予定者だった久安が、御祭祷でわずか21歳で病没してしまったんだ。あやや、大事な嫡男を異国の地で亡くしてしまった吉弘はさぞ悲嘆に暮れちゃったでしょうけど、これが今回のメインのお題悪久くんのご登場に繋がってくるのかしら？ああ、久安が病死した翌日に吉弘は彼の同母弟だった三男の又八郎忠常。こいつが家久を名乗るのはまだ先のことなんで、当分は忠常の名前で呼ぶことにするけど彼に書状を送って、久安は患ってはいたけど重病じゃなかったのに深夜に急死してしまった事情を伝えるとともに、朝鮮渡海を予定していた忠常に国元へ帰国させて、母親の宰相のそばにいるよう命じてるぜ。大事な息子を突然失って悲しみに沈むだろう妻をいたわる吉弘の配慮なんでしょうけど、石田三成も邪魔な吉久を引退させて、島津家を自分の思うままに操縦するための最重要の駒が、いきなり消えちゃってせっかくの策謀が台無しになっちゃうわよね。
だが三成の対応は素早く、久安の死から2日後に朝鮮在陣中の島津軍諸将23名に指示を与えて、在陣体制の維持と自身の影響力確保を図るとともに、9月末に名古屋に戻った後伊集院忠宗とおぼしき人物に書状を送り、久安の後継について義弘の意向を伺ったところ、義久や伊集院忠宗と相談の上で決めてほしいとのことだったので、義久と協議してご足労をかけるけど、あなたが上洛し秀吉様にご報告して承認を得たら義弘に伝えるように、今義弘は久安を亡くして取り乱している、島津家にとって今が一番肝心な時なので抜かりがないようにって書いてるな。三成は久安が死んじゃってしたんで何も考えられない義弘から事後の一任を取り付けて、伊集院忠宗と連携して後継者決定の主導権を握ろうとしたわけね。でも義久の意向も尊重する形も取ってるけど、だが一方で三成は島津の家督継承の件については義久や重臣たちの思惑もあるだろうけど、言うまでもなく小久安にはすぐ下の射程の忠常がいるので、彼に跡目を継がせるような方向に持っていき、すぐに忠常を連れてあなたが上洛して秀吉様の承認を得れば完全決着すると書いてるぜ。それじゃ表向きは義久や重臣たちの意思を確認するような振りを見せながら、実際は三成と伊集院忠宗の間じゃ、忠常を家督継承者にするのが既定路線だったってこと？ああ、三成は一緒に名古屋に戻っていた熱海秀康を通じて義弘に書状を送っているんだけど、近日中に忠常を上洛させて秀吉様が久安の跡目継承を彼に命じられるよう、何があっても実現に尽力するって言ってて、最初から三成は忠常が後継者に指名されるよう画策してたみたいだぜ。後継者問題で先手を打って義久の意思を介在させないようにして、その影響力を排除しようとしたのね。同時に三成は島津領国に対する全面的な検知を、自分と伊集院忠宗の主導で実施する秀吉の内諾を取り付けていて、検知の実施を見据えて国元で忠常を後継者に決定し、忠常と伊集院が上洛して秀吉の承認を得た上で、検知を実行する流れが三成と伊集院の間で交わされてた可能性が高いぜ。検知実施は後継者問題とセットになってたわけね。にしても三成と伊集院忠宗が見事な連携プレイを見せてて、この二人っていつの間にこんな仲良くなっちゃったのかしら。伊集院忠宗は島津家筆頭老中という立場と、秀吉から直接所領給付を受けた秀吉自身でもあるという、いわば二重の属性を持った人物であるわけで、三成が協力者と頼むには格好の人材だからな。で、忠常の次期家督継承者決定はすんなりいったわけ？それが実際は大違いで、重臣たちの協議はかなり揉めたようで忠常の上洛は文禄2年の12月まで伸び伸びになるんだ。この時の島津家には忠常の他に誰か後継者候補がいたの？忠常の対抗馬として大隅清水領主の島津持久の嫡男で義久の二女心情をめとっていた。娘婿の島津輝久がいたんだが、持久の父忠政は義久の父高久の弟にあたる人物なんだけど、忠政と持久は義弘が義久の代理名代に就任するまでは、家督継承権を持つ脇の総領という立場にあって、しかも持久は九州征伐の降伏後に秀吉から直接所領安堵を受けているという別格の存在でな。じゃそんな有力一門衆出身な島津輝久は、忠常におさおさ見劣りしない有力候補だったのね。っていうか義久の本命は輝久、または彼と義久娘の心情との間に生まれた忠直だったんじゃねという話もあって、新豊臣の義弘の息子忠常が後継者になれば、三成が島津への干渉を一層強めていくのは確実なわけで、この時期に義久が忠常の器量を評価したり、後継者に認める積極的な発言は全くないのも傍聴になるな。逆に三成の立場からすれば、義久が推してる輝久忠直が後継者になっちゃうと、義久の元でただでさえ言うこと聞かない島津がもっと豊臣政権の統制から外れる危険性が高くて、だから三成は速攻で忠常を後継者に決めさせる手に出たわけね。そうだな、紛糾する後継者問題は久々登場の島津最終兵器のくじ引きで解決が図られたみたいで、豊臣政権側からの圧力もあったんだろうけど結局忠常が後継者に決定して、伊集院忠宗を共に秀吉にお目見えするために上洛の途につくんだな。一悶着はあった感じだけど、これで悪久くんは晴れて政治の表舞台にデビューすることになるわけだわね。忠常は途中堺で放送にかかってしまう不運に見舞われるもほどなく回復して、文禄3年3月19日に堺を立った忠常は伏見屋敷で秀吉にお目見えし、石田三成の指導よろしきを得たのか、今回の拝謁は近年になく上出来だったというパーフェクトな形で、忠常は次期後継者として認定されたんだな。その言い方だと島津ってこれまでは秀吉との対面で散々不作法をやらかしてたのかしら。同時に忠常は三成から島津氏の世継ぎの立場として朝鮮都会を命じられるんだが、その際にお供として鎌田正親と伊集院久春、菱島国貞の3人が選ばれているんだけど、
実は彼らは義弘と久安が切れた、義久が直轄地を家臣たちに好き勝手に配分した行為に加担した連中でな。じゃあこれは義久べったりな家臣を朝鮮に送ってひっぺがそうとする企みなわけだわね。朝鮮在陣中の義弘は伊集院忠宗に宛てた返書で、こうした三成の措置と尽力に感謝しきりで、同時に伊集院忠宗に在京している忠常の生活全般に対する指導をお願いしてるぜ。忠宗は悪久君の重りを仰せつかったわけね。忠常は最初はすぐさま朝鮮に赴く予定だったんだけど、義久を上洛させてその後に久安未亡人の亀寿と、忠常を縁組みさせて祝言を済ませた上で都会させるという三成の思惑で在京生活は長引くんだな。義久の娘の亀寿を忠常に再化させることで、忠常の後継者としての正当性を担保しようとしたわけね。そうした上で朝鮮に出陣させた方が、島津家中の支持を取り付けやすいという考えもあったんだろうけど、この策を三成に吹き込んだのは伊集院忠宗みたいだけどな。三成との関係を日に日に強めていく忠宗だけど、他の家臣たちからは豊臣政権の手先とみなされて、心よくは思われてなかったでしょうね。ところで三成が義久の上洛を求めたのはさらに裏の事情もあって、義久と取り巻きの重臣たちを両国から引き離して、その影響力の排除を目論んでたようだぜ。忠常の後継者指名も決定したことだし、島津両国から義久職を徹底的に締め出して、両国支配改革に本腰入れて取り組むことにしたってところかしらね。そうだな、ここで三成サイドはまた義久引きずり下ろしを画策して、文禄3年の2月に熱海秀康が義弘に送った書状の中で、お家の寄付を改めて、豊臣政権から課せられる軍役をちゃんと果たせるようにならないと島津家の将来はない。今まで島津家がろくに軍役を果たせてないのに、おめこぼしでお家を存続させてもらってたのは、ひとえに至難の石田三成と細川雄斎のおかげで、もし島津家がセルフ変革する気を見せないなら、三成はもう至難役を降りるって脅してるぜ。上、三成に全面依存せざるを得ない義弘の弱みをピンポイントで突くえげつないやり口だわね。そして最後に朝鮮出陣の際に義弘が故障だけ連れて仮船で都会した前代未聞の事態や、朝鮮在陣中も軍勢の不足にいつも悩まされたりと、国元の塩対応っぷりのせいで大恥かかされたことを、もう忘れちゃったんですかって義弘のトラウマをえぐった上で、義久の行為を悪だとしっかり認識できないと、こっちが何を言っても無駄になる、あなた自身のお覚悟があって初めて島津家は存続の道が開けると、義久が代表する島津の旧体制打破と変革の必要性をほのめかして、それを行う覚悟を義弘に迫ってるぜ。熱海ってもうインテリアクザって感じで、えげつなさが限界値を突破して怖すぎなんですけど。だが熱海にここまで脅迫的な源氏を図れたにもかかわらず、義弘の反応は依然として消極的で、義弘は秀吉への拝謁を終えた忠常に教訓を垂れた覚書を送ってるんだが、その中で秀吉様のご命令の主演状があっても、自分か雄伯様の添え状がないものは勝手に執行するなって言命しててな。それは要するに命令の実行には義久の承認が必要ってわけで、兄貴の権威を認めてる証明だわよね。三成は忠常の実家徳継承決定に尽力してくれたわけだけど、それによって義弘と忠常に恩を売りつけて、忠常を自分の意のままに操ろうという魂胆はさすがの義弘にも丸見えで、義弘はそれを阻止する目的で、三成の天敵義久を決してないがしろにするなと忠常にビシッと釘を刺したわけだぜ。義弘は三成と熱海秀康に頼り切ってはいたけど、根本的な部分じゃ方向性は真逆を向いてたわけなのね。義弘から訓戒を与えられた忠常は義久と義弘に起請文を提出して、たとえ両殿様から無理非道の扱いを受けても、自分は忠厚を疑いません、お家の相続を命じられたご公恩に報いるべくその安泰のために先進して務めますって誓ってるぜ。忠常は父親の意思を汲んで義久も尊重することを誓約したわけね。三成にとっては当てが外れたわね。こうして義久義弘に忠常を加えた三度の体制の雛形がここに爆誕したわけで、以後幾多の波乱を含みながらも悠久進行までこの体制が続いていくんだが、初登場でこんなことを語るのもあれなんだけど、皆さんご周知の通り悪久君は天性の問題児っぷりの片鱗を、この若い時から存分に発揮しててな。へえ、バカとのルーキーオブザイヤーを見事受賞したってわけだわね。何をやらかしたの？忠常がまだ上洛する前だった文禄2年11月に、父義弘は東北朝鮮から忠常に書状を送っているんだけど、その中で石田三成の指導や伊集院忠宗の意見にちゃんと従えとか、行でのむやみやたらな交際は控えろ。自分の知人が訪ねてきたら忠宗に相談しろ。京都見物は一切禁止だとか上洛した際の生活にこと細かく口を出してるな。まあこの時の忠常って今で言えば高校生くらいの年だから、
やんちゃし放題の年齢で吉弘が小言孔明になるのも仕方ないけどね。だが吉弘が忠常の素行で一番気がかりだったのは彼の飲酒癖で、朝鮮から繰り返し忠常に飲酒を戒める書状を送ってきてて、ある書状にはお前はとにかく酒を飲むな、どれだけ周りが酒を無理強いしてきても一滴も飲んではいかん、酒が全ての災いの元になるからなって禁酒を厳命してるぜ。現代的基準だと未成年の忠常が酒がバガバなんて今ならコンプラ的に完全アウトだけど、忠常ってそんなに酒にだらしなかったのかしら？義弘が忠常に何度もお説教したのは、実は忠常は酒が一滴も飲めない完全無欠な下戸体質で、にもかかわらず義弘が伊集院忠宗に送った書状には、忠常は喫水の下戸のくせに周りから勧められるままに、酒の稽古だとか言ってホイホイ飲んでしまい、挙句の果てにぐでんぐでんに酔っ払って、その場の雰囲気をぶち壊してしまうって愚痴ってるぜ。忠常ってその場のノリに流されやすいたちだったのかしら？でも万事ゆるそうな奥義元と違って、お偉いさんが勢揃いの京都での宴席に正式な世継ぎとして参加したのに、泥酔してみっともない姿を晒したら、島津のトップオブ恥扱いになるわよねー。だからそんなことは絶対に避けなければいかんと、特に対面や名誉意識に敏感な義弘は考えていて、伊集院忠宗に忠常が酒を一滴も飲まないよう還元してほしいって、お目付け役を依頼してるぜ。忠常にしてみれば伊集院忠宗は自分を家督継承者の座に押し上げてくれた恩人ではあるけど、大好きなお酒を監視してくるうざい奴でもあるっていうアンビバレントな存在になったわけね。まだ先の話にはなるけど、伊集院忠宗は後に忠常のお手打ちにあってしまうわけなんだが、その最初のフラグは義弘が伊集院に面倒な役目を押し付けたことにあるんだろうな。一方で文禄3年4月中旬に義久は、69歳の老将新納忠元を伴って上洛の途に着くんだけど、相変わらずのマイペースぶりを発揮して到着が遅れてしまい、忠常や伊集院忠宗をイラつかせてるぜ。義久ってもう完全に狙って相手をキレさせてるわよね。結局5月下旬に義久一行はやっと堺に到着するんだが、大阪で待ち構えてた石田三成から、忠常と亀寿の縁組を認めるよう迫られたようで、6月17日までには二人は祝言を挙げて、時に忠常19歳、亀寿24歳で悪久の鬼畜伝説の柱になる波乱万丈の夫婦生活がここにスタートしたわけだぜ。忠常は元兄嫁で義姉でいとこっていう複雑怪奇な関係の奥さんをもらったわけで、不仲になるのも仕方ない気が。ちなみに久安と亀寿との関係は義弘の書状に夫婦仲が良いと書いてあって、円満だったみたいだけどな。こうして名実ともに島津家直当主の座を確立した忠常は、8月下旬に名古屋に下校して、そこで兵が集まるのを待ちながら10月下旬に251人の兵と共に釜山に上陸するんだが、長くなったんで今回はここでお開きにして、次回は島津家が太閤検地の洗礼を受けまくる話をメインに語っていく予定だぜ。とうとう三成の主導する島津領国改革が本格的に始動したわけね。来週も期待してるわ。それじゃあ皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。